平幕でごめんなさい。鹿児島県議会議員をしております宇都恵子と申します。この4月に皆様から票をいただきまして、40歳の最年少で今鹿児島県で議員を初めてしています。1歳3ヶ月の息子がいるんですけれども、今日は息子は実家に預けて、こんにちは。今日は仙台原発の40年の寿命を迎えた仙台原発1号機2号機をこれから40歳の寿命を超えて60歳まで頑張ってもらうか、それとももう老朽化してるから仙台原発の1号機2号機は、卒業してもらうのかということを決める、これをですね、県民投票で決めさせてほしいよと、自分たちの大切なこと、電気のこと、皆さんが必ず毎日使う電気、仙台原発の40歳という寿命を超えた原発の延長をするのかしないのか、宇都恵子と申しまして、40歳の最年少で当選いたしました。1歳3ヶ月の子供がおります。子供たちの未来に40歳の 今40歳の原発、これを60歳の原発を残して、電気を使うのか、それとももう老朽化した原発は卒業してもらって別の手段を考えるのか、こういうことを鹿児島県にお住まいの皆さん、鹿児島県にお住まいの皆さん、みんなで決めたいねということで、県民投票を求めて今署名活動、よかったらご協力ください、署名活動をしています。鹿児島県にお住まいの方でしたら、どなたでも仙台原発の40歳を超えて60歳まで動かすことに賛成だよという方も、それとももう40歳経って寿命を迎えているからちょっとやめた方がいいんじゃないという反対の方も、わからないという方も、みんなで県民投票で決めましょうという署名活動をしています。今月いっぱいまでに27,000筆、こんにちは、27,000筆署名を、こんにちは、皆さんは18歳超えてますか。選挙権のない皆さんのために大人が頑張らないといけないので頑張りますからね、皆さんの将来のために。仙台原発今40年の寿命をもう迎えて、こんにちは、よかったら署名にご協力をお願いいたします。お願いします。こんにちは、鹿児島県議会議員をしております宇都恵子と申します。こんにちは。6月号に向かわれる楽しい気持ちのところ、大きなマイクで失礼いたします。鹿児島県にお住まいの皆さん、仙台原発がありがとうございました、素敵な話です。仙台原発は今40歳の寿命を迎えて、今あと20年寿命を超えて動かすのか動かさないのか、皆さんこんにちは、18歳超えてますか。選挙権のない皆さんのために、大人が頑張ってきっちり責任を持って仙台原発を 40年超えた仙台原発を動かすのか動かさないのか、鹿児島県の県民のみんなで決めましょうという署名活動をしてます。お願いします。今月いっぱいまでに27,000筆集める必要があります。皆さんの一筆一筆、40歳の寿命を超えても動かした方がいいのか、それとも寿命はもう過ぎたから仙台原発の1号機2号機には休んでもらうのか、どっちがいいかということをみんなで、鹿児島県の県民のみんなで県民投票で決めさせてほしいと思って、今署名活動をしています。こんにちは、私は鹿児島県議会議員になりました宇都恵子と申します。
40歳で最年少で今回当選いたしまして、竹岡大お願いします。仙台原発の40年の寿命を迎えた仙台原発1号機2号機を寿命を超えてもなおまだ動かすのか、それとももうおじいちゃんになった仙台原発には休んでもらうのか、県民投票で決めさせて苦労をしてます。県民の皆さん、一筆で2万7000筆集める必要がありますので、鹿児島県にお住まいの皆さん、ぜひご協力をお願いいたします。鹿児島県にお住まいであればよかったらご協力をお願いいたします。どなたでも、18歳以上の方はどなたでも書いていただけます。今署名簿を持っている人が回ってますので、ぜひご協力をお願いいたします。ありがとうございました。皆さんこんにちは。